おはようございまっちょ、フォルテです。本日は英雄ポロネーズは初心者に弾けるのかやっていきましょう。まあ皆さん大好きな曲だと思います。過去に何回か出した曲なんですけども、ストリートピアノとかでもたくさん弾きました。僕の得意曲です。 CD にも収めました。そのぐらいの得意曲なんですけども、これは初心者に弾けるのかピアニストが解説していくよ。まずピアノを始めてね、やっぱね、英雄ポロネーズっていうのはね、憧れになる曲の一つです。かっこいいんですよね。何がかっこいいかっていうとね、やっぱね、フレーズ、どんな風なフレーズかというと、かっこいいですよね。で、あとは途中の、などなど、たくさんかっこいい部分があります。まあ弾けるのは難しいですね。ピアノをたくさんやってる人からしてもやっぱ難しいです。だけどまあ正直言ってしまって、初心者には厳しいんじゃないかなと思います。だけどまあ頑張れば目標として弾くレベルに達することができるのではないかなと思う曲の一つもあります。まあ圧倒的に難しいのが一番最初のページです。速攻難しくて挫折します。難しいよね。次最悪、ここっていうのは指が動かないと弾けないから難しいです。で、最初はね、やっぱ一番駆け上がるところがかっこよく弾けると、もうこの曲の一番もう見せたい部分までに持っていくので、すごい華やかになります。こういうのと、こういうのと、まあパリっていく、軽やかに、これ一番みんな、もうみんなもうポシャって、あーお疲れ様でしたってなりやすいところ。あー、まだ難しいとこあった。この左手のね、この駆け上がるところね、難しくてゆっくりしがち。これダメ。なんでかっていうと、この華やかに行く駆け上がるところなので、シュ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 っていくとかっこいい。これがね、例えばこういうのなっちゃうとダサいよね。じゃあかっこよく弾けないのはどういう風な弾き方か、ちょっとやってみます。一番もうダメです。一番最初が一番難しいけど一番かっこいい部分、ここを乗り越えないと英雄ポロネーズを弾くのはちょっとね、難しいかなと思います。このフレーズが何回も出てくるので、左手はほぼ同じです。ですので意外とそれ以外が弾けたら弾けます。で、まず最初のページが弾けたら、圧倒的にここら辺とかは慣れたらね、すぐ弾けるようになるので、
まあ最初のページを頑張ってみてください。次に出てくるかっこいい部分、オクターブですね。これ初心者に弾けるのかっていうと、まあ弾けますっていうのが、なんかね、指を動かすのとは違って、どちらかといったらこの回転ですよね。一個一個の指が動かなくても1と5さえ動いてれば弾くことができると。まあ何でもいいんですけども、これはね、練習をすれば弾けるようになりやすいです。まあやっぱね、初心者の方にもうちょっと難しい部分って言ったら、やっぱね、指がたくさん動く部分ですね。こういう部分、さっき最初言ったそういう指を細かく動かさないといけない部分っていうのは、やっぱね、テクニックが必要となってくるので、まあ練習しないと弾けないと。だけど、これもテクニックは大事なんだけど、指を動かすというテクニックよりも、どちらかといったらね、もうこの回転ですよね。ぐる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 円を描くような。そういう動きですので、まあ指よりも習得しやすい。指が動かなくても。ですので、まあこれはね、乗り越えやすいと。まあ細かな部分はね、もうレッスンとかしないと、まあ伝えることはできないんですけども、あと人によって違うのでね。まあそれはね、僕のレッスンイベントとかでまたね、まあ聞いてみてください。今回の動画は初心者に弾ける曲なのかっていうことなので、弾けません。やっぱりね、悲しいけど、やっぱ難しいんですよね。何が難しいか。はい、最後の、もう、最後の扉。ガッチャン。音階あ、これ。ちょっとごめん、見せびらかすようなことしちゃって。もう一回行くよ。あ、間違えた。だけど、この音階が弾けるようになるのがちょっと難しいですね。音階っていうのは、まあ、いわゆる指の動きですよね。やっぱなかなか慣れないと。うん。僕もね、慣れるまでにね、10年ぐらいかかりました。で、まあ、ここを乗り越えてさえすれば、かっこいいエイポロネーズは弾けるんですけども、まあ、皆さん、初心者の方に陥りやすいやります。例を。僕も経験があるから分かる。僕もね、中学生かな、そのぐらいの時にちょっとエイポロネーズ一瞬弾こうとして、こんな感じになったんですよ。同じような感じで弾けなかった、その時は。だけど、まあ毎日音階を毎日やるようになって弾けるようになったので、ですので、まあ皆さん、ハノンとかにある音階もきちんときちんと、きちんときちんと、うん、きちんときちんと、そう、2回ぐらい言うぐらい大事。きちんときちんと頑張ってみてください。まあこんな感じで英雄ポロネーズを終わりたいなと思うんですけども、まあ曲の解説というよりも、これは弾けるか弾けないかにフォーカスした動画ですので、まああくまで参考程度にしてください。全くね、なんかこういう、ここの音楽性はこうしたらいいとか、テクニックはこうしてくださいとか言ってないんですけども、まあぜひ、まあこの英雄ポロネーズが弾けるとかっこいいので、挑戦するための曲として目標に置いといてもらえばなと思います。まあこれからもね、皆さん一緒に音楽頑張っていきましょう。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。皆さんで一緒に超えていきましょう。というわけで、バイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。